そのお地蔵さんは拝んではいけないお地蔵さんかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。以前お地蔵様にやってはいけないことについてお話しさせていただきましたところ、お地蔵様の拝み方についての質問がございました。気になっていらっしゃる通りね、実はお地蔵様の中には拝むのは危険な可能性があるお地蔵様もいらっしゃいます。何も知らないままね、拝んでしまいますと、拝んだあなたに良くないことが起こってしまうかもしれません。そこで今回は拝んではいけないお地蔵様と、お地蔵様の正しい拝み方についてお話しさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。そもそもお地蔵様とは一体どういったご存在なのかと申しましたら、仏教で説かれるところの菩薩様のお一人でございます。私たちは親しみを込めてお地蔵様というふうにねお呼びいたしておりますけれども、正式な名称は地蔵菩薩といったね、そういった菩薩様で、仏教での仏様でございます。菩薩と申しますのは、その時とその場所、その人に応じていろんな姿に変化して、私たちが抱える悩みや苦しみにね、慈悲の心を持って包み込んでくださるご存在でございます。完成された仏様と同じようなそういった振る舞いをなさって、いわゆる成仏を求める修行者としてね、私たちを教え導いてくださっていらっしゃいます。ことお地蔵様に関しましても、さまざまなお役割を持っていらっしゃいます。例えば妊婦さんのね、安産をご守護くださる子安地蔵、村の教会を守っていらっしゃる道祖神、災難でお亡くなりになった方々の無念や苦しみの思いを身代わりになって引き受けてくださる身代わり地蔵などなどね、一口にお地蔵様と申しましても、いろいろな姿に変化なされてご対応くださっていらっしゃいます。そんな菩薩様のカテゴリーに入っていらっしゃる地蔵菩薩、つまりお地蔵様のことを拝むのは危険かもしれないというのはね、これ一体どういう理由からなんでしょうか。それは道端にぽつりとねお祭りされているお地蔵様だったりとかね、あるいは村外れに祀られている道祖神はどなたかが管理なさっているのかは定かではないね、そういったお地蔵様も少なくございません。そのお地蔵様は一体何のために誰が建てたのかわからないといったね、そういった廃所が全国各地に見受けられます。建立された当時はね、お地蔵様をそこに建立なさった方が深い思いがあってね祀られたんだと思うんです。その建立なさった方の思いだったりね、村を挙げてお祭りなさったお地蔵様であれば、かつての人々の思いがそこに留まりね、お地蔵様に宿っている可能性が考えられます。墓石の手前などにね、お地蔵様が一緒に建立されている、そういった光景を見かけたことはございませんでしょうかね。そのお地蔵様は実はね、そのお墓の御霊を慰めるために建立された可能性が高いお地蔵様であることが少なくありません。その御霊と言いますのは、どういった御霊かと言ったら、妊娠なさったお母さんが無事に出産することかなわず、中絶や死産といったそういった選択を余儀なくされた水子さんだったりとか、出産するもこの世に生まれ出てからね、病気などで育つことができなかった胎児だったという場合、水子さんとしてね供養することが目的で建立されたお地蔵様ということがね往々にしてあるもんでございます。そんな思いを知ってか知らずか、墓石の前とかね、あとは道端で見かけたそのお地蔵様に、あ、お地蔵様だということでね、なんかご自分がねこう抱えている願い事は叶いますようにって言ったね、個人的なお願い事をするようなことがあれば、もともと建立なさったそのお地蔵様のご存在がね、個人的な別の存在として拝んでいることになってしまいますよね。ということで、ここからはもう少し詳しくね、お地蔵様を来やすく拝むと危険であるという理由についてお話してまいりたいと思います。そのお地蔵さんは拝んではいけないお地蔵さんかもしれませんよ。では参りましょう。拝むと危険なお地蔵様3選、1つ目は、お地蔵様には悪い霊が集まりやすい。そもそもお地蔵さんはこの世の全ての人を救ってくださるといったありがたいご存在でございます。そのため、誰にも供養されない個人や不慮の事故でお亡くなりになった御霊や、未だこの世をさまよっていらっしゃる霊魂などが救いを求めて、そのお地蔵様の周りに集まってきます。冒頭でも申しましたけれども、道端や村の外れにお地蔵様が祀られていることがございます。このようなお地蔵様は身代わり地蔵ですとかね、今は亡き霊魂を供養するためにお祭りされていることが多いものでございます。そんなお地蔵様の前でご自分の願いが叶うようなね、そういった祈りを捧げることがあれば、成仏できずに救いを求めて集まってきているその霊魂があなたの願いを吸い取って、あなたについてきてしまう可能性大でございますよ。もしそれでも慈悲の心でね拝みたいという場合は、きちんとした作法がございます。その作法につきましてはね、この動画の後半で解説いたしますので、ぜひ参考になさってみてくださいね。拝むと危険なお地蔵
様3選2つ目は道祖神の要素を含むお地蔵様がいらっしゃる。お地蔵様の中には道祖神の性質を受け継いでいらっしゃるお地蔵様がおいででございます。お墓の入り口でお地蔵様を見かけたことがあるという人は多いかと思います。これもね、先ほど申しましたけれども、お墓の入り口に建立されていらっしゃるお地蔵様はあの世とこの世の境を見守ってくださっている道祖神的な役割を果たしていらっしゃいます。また何もない道端に不意に祀られているようなそういったお地蔵様は旅人の安全を祈られる菩薩まであると同時に、旅の途中でね、お亡くなりになった人の御霊を供養する役割も担っていらっしゃいます。実際事故が多発するような、ね、そういった交差点などにお地蔵様を祀られていることも少なくございませんよね。お参りなさる敬虔なお気持ちは素晴らしいことなんですけれども、思いの手向け方がこれ違いますと、あなたの慈悲の心が違う形となって現れてまいりますので、これ非常にもったいないことでございます。思いの手向け方については、これもね、また後ほどご紹介させていただきたいと思います。拝むと危険なお地蔵様3選3つ目は、ガキがついてくる可能性がある。私たち普通の人の肉眼ではね、これ見えないんですけれども、お地蔵様のもとには浮かばれない霊魂だけではなくて、ガキも集まってくると教えられております。そもそもガキと申しますのは、仏教で説くところの三楽道に落ちた魂が赴く世界と言われております。そんなガキ道の世界にいる御霊がお地蔵様の慈悲にすがって集まってくると言われております。それはガキ界に落ちた御霊をも救い取ろうとなさるお地蔵様のね、その慈悲の賜物でもあるんですけれども、そんなガキ道からやってきたガキの魂はね、これお腹をすかしております。そこでお地蔵様にお供えされているお供物を口に頬張ろうとすると、炎となって消えてしまうんだそうですよ。ところがお地蔵様の体に注がれたお水とかね、お供えされた飲み物はガキの口に届き、その苦しみから免れることができるとも教えられております。ということは、お地蔵様を拝みに来た人がね、拝みに来ただけだったりとか、あとはお供物しかお供えしなかった場合ね、飲み物を求めてあなたについてきてしまう可能性が大いに考えられるというふうに懸念されております。通り沿いのお地蔵様に救いを求めてやってきたガキをお家に連れて帰ってくることをなきようね、お水のお供えも忘れずにしてくださればこれ幸いでございます。ということで、まとめ。拝むと危険なお地蔵様3選1つ目は、お地蔵様には悪い霊が集まりやすいため。2つ目、道祖神の要素を含むお地蔵様がいらっしゃるため。3つ目、ガキがついてくる可能性があるため。以上3つの理由をご紹介させていただきました。でもだからといってね、何もしないで素通りするのもこれ気が引けるという方もいらっしゃることかと思います。そこでお地蔵様に手を合わせるならね、これ正しいお祈りの仕方がございますので、今挙げた3つの注意点に対しての改善点としてご提案させていただきたいと思います。それでは、正しいお地蔵様の拝み方3選1つ目は、お地蔵様の御神言をお唱えする。お地蔵様に祈りを捧げるときはね、お地蔵様の御神言をお唱えいただきたいと思います。その御神言とは、御かかがび三昧そわかという御神言でございます。この言霊を3回ね、気持ちを込めてお唱えいたしましょう。神仏様にはそれぞれの御神言というものがあるんですけれども、御神言というのはね、本来ね、御神言後の言霊自体にエネルギーが宿っておりますので、意味を気にする必要はこれ全くないんですけれども、あえてこの御神言の意味を訳すとすれば、お地蔵様に出会えたことの喜びに感謝申し上げますといったね、そういった思いが込められた御神言になります。間違ってもね、ご自分の祈願を込めるのだけはね、これなさいませんよ。お気をつけくださいませね。正しいお地蔵様の拝み方3選2つ目は、言われを知って真心からのご供養の念を手向ける。道端でお地蔵様を見かけた時はそっと手を合わせ、そこで亡き人の御霊の痛みに思いを馳せるようになさってみてくださいね。ただしそこはある程度ね、覚悟が必要でございます。もし少しでも怖いなと思うようであれば、むやみに拝むようなことはせずにね、軽く一礼会釈してから通り過ぎるようにいたしましょうね。正しいお地蔵様の拝み方3選3つ目は、お供え物を備える。お地蔵様にお供え物をする場合は、トゲのない生花とかね、お菓子に果物、お餅などもね、これ良いとされております。あとね、お水は忘れずにお供えいたしましょうね。ご先祖様や仏様がね、お祭りなさっておられるお仏壇にお供えする一般的なお供え物をイメージくださればよろしいかと思います。お地蔵様は小さな子供を守る仏様でもありますので、子供が喜ぶお菓子とかジュースを捧げるのもこれはよろしいかと思いますよ。ではまとめ。正しいお地蔵様の拝み方3選1つ目は、お地蔵様の御神言をお唱えする。2つ目、言われを知って真心からの御供養の念を手向ける。3つ目、お供え物を備える。以上3つの作法について解説させていただきました。皆様いかがだったでしょうかね。今回はお地蔵様をむやみに拝むのは危険が伴うというお話をさせていただきましたけれども、基本的にはね、誰でも皆を救おうとしてくださる強くて優しいお気持ちを備えておられる菩薩様でございます。ですので、そこにお祭りになる言われがね、しっかり分かっておられたりとか、あとはお寺などで管理されているようなお地蔵様につい
については基本的に拝んでいただいてもこれ全く問題ございません。お地蔵様は日本中あちこちで見かけることができますけれども、思いを手向ける際はお地蔵様の管理状況とかね、そこに祀られて建立されたその目的を確認されて納得された上でね、拝まれることをお勧めいたしますよ。これまで以上にお地蔵様のご存在に感謝の念を手向けながらお参りできることかと思います。さあ、それではね、今回の話は参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。